エビとトマトのスパイシーカレー。エビの殻を剥き、竹串を使い、背わたを取り、流水でさっと洗います。生姜とニンニクをすりおろします。玉ねぎはみじん切り。フライパンにオリーブオイル、生姜、ニンニクを入れ、火にかけ、香りが出たら玉ねぎを入れ、塩一つまみをして炒めます。ガラムマサラ、バターを加えてさらに炒めます。赤ワインを入れ、3分の1になるまで煮詰めます。トマト缶を加えたら潰しながら炒め、カレー粉、カイエンペッパーを入れ、弱火で約10分煮込みます。トマトのヘタが残っていれば取り除いてください。水とエビを入れ、中火でひと煮立ちしたら弱火にし、蓋をして約10分煮込みます。味を確認し、必要であれば塩をして、白いご飯に盛り付ければスパイシーカレーの出来上がり。